じゃあ、こんにちは。豊さん、はい、まあ、今シーズンのプロリーグの MVP の選手であったりとか、タイトルホルダーは発表されましたが、ね、はい、各球団のそれぞれの今年活躍した選手であったり、これから期待される、まあ、新人だったりとか期待したい選手っていうのは発表されてないじゃないですか。ここでどうですか？発表されないいや、されないですね。でもほら、それぞれのチームのファンの人たちは、まあ、そのファンの中には、はい、各チームのね、MVP だとか期待する選手っていうのをやっぱ頭の中で考えてるよね。そうですよね。だから、まあ、各球団ずつに絞って、はい、あの MVP をそのチームのね、はい、ちょっと決めていきたいと思いますけど、はいはい、じゃあまずはですね、まあ、なかなか日の目を浴びないような最下位のチームからなんですよね。いや、それはもちろんそうなんです。ちょっとあの今シーズンの最下位のチームからいきたいと思います、はい、まず、セ・リーグ、はい、ヤクルト、はい、豊さん、ヤクルトで今シーズン、うん、まあ、良かったなと思う選手というと、まあ、青木は安定してるし、はい、まあ、バレンティンっていうのは4番打って、はい、まあ、打点に貢献する、うん、まあ、雄平だったり山田哲人、はい、まあ、その中でやっぱ村上っていうのがさ、はい、なんか注目度は浴びてたけど、果たして MVP になるのかどうかっていうことだよね。そうですね。村上選手の成績なんですけれども、うん、今シーズン、ホームランは36本打ちまして、はい、打率が2割3分1厘、はい、で長打率が4割8分1厘、はい、そして出塁率が3割3分2厘、うん、この成績なんですけれども、はい、でまあ、新人王を取ったよね、はい、あ、これは立派な成績だと思うし、うん、いいんだけど、まあ、俺は打率と出塁率が非常に気になるね。打率が2割3分1厘でしょ。そうです。出塁率が3割3分2厘です。でしょ、はい、だから3回に1回は出てるっていう計算だけど、出塁率は村上のタイプだとやっぱり4割を超えてきてほしいよね。あ、だってボールで攻められる確率っていうのが高いわけだから、だから長打率とその出塁率、うん、打率、こういうのがなんかこう比例するというかさ、はい、この打率だったらこのぐらいの出塁率はあるだろうなっていう数字が逆転現象してるんだよね。あ、バランスが良くない、ね、バランスが非常に良くないんだよね。その中で言えば、はい、やっぱり山田哲人が、はい、出塁率も4割超えてるでしょ、うん、そうなんです。4割飛んで1厘、うん、でホームラン数は村上よりも少ないけども、はい、その比率的にはさ、やっぱボールもよく選びながらのホームランを打ててるという。そうですね、長打率も5割6分ですからね、うん、だから、まあ、青木なんかはもう安定してるよね、はい、そうですね、打率も2割9分6分ですもんね、はい、だから、まあ、出塁率も3割8分ぐらいあるでしょ。でバレンティンも33分の93打点、はい、まあ、これはそうですね、やっぱこうすごいけど、はい、だけどバランス的に見るとやっぱり山田哲人かなと思うよね。そうです、ね、まあ、この数字に出してないけども、まあ、盗塁ということも考えるとさ、はい、やっぱバランス的にすごく素晴らしく安定した成績を残したのは、うん、まあ、ファンの中では率がちょっと山田哲人と足りないって思うかもわからないけども、はい、でも貢献度、出塁率、いろんなことを考えるとやっぱり山田哲人が MVP かなっていうふうに思いますよ、ヤクルトの。ヤクルトの、うん、さあ、投手。投手いきましょうか。はい、投手は防御率1位は小川投手なんですよね。投手部門ではですね、いくつなの？ 4.57 ですね。まあ、4.57 のトップっていうのは寂しいよね。そうですね。やっぱりこれ、まあ、これはあの規定投球回数に達しての数字だからね。はい。うん、で、勝ちが、勝ちが石川投手の8勝ですね、うん、で、奪三振も小川投手132個という形、うん、なんかちょっとピッチャーちょっとやっぱ寂しいよね、はい、ただその中でやっぱ石川だよね、はい、まあ、規定投球回数には達しなかったけども、まあ、8勝という勝ち頭とやっぱローテーションを守れるだけの、あの年になって守れるだけのスタミナがあるということだよね、はい、だからそういう意味では小川に期待することってやっぱ2桁勝利だし、防御率だって
はい、最低3点台の前半ということだよね、はい、まあ、エースという称号をもらってるだけにね、うん、だからちょっと寂しいよ今年はね。そうですね、うん、だから石川復活ということで、はい、俺も石川でいいんじゃないかなと思うよね、投手の MVP は。おだってやっぱこう練習したりだとか、そのああいう姿っていうのはチームメイトにいい影響を与えてると思うし、石川の背中を見て若い選手もひたむきにやってほしいなって思うよ。そうですね、はい、そしてもう一度あの強かったの投手がたくさんいたのヤクルトの時代っていうのをまた復活っていう、まあ、復活だよね、そうしなと思うよね、はい、だって打線はいいわけだからさ。いやそうですよね、ピッチャーさえ頑張ればなんとかなるよね、はい、そうですね。で、豊さんの期待する選手、はい、まあ、野手はね、はい、塩見選手、この身体能力、はい、足の速さ、はい、これを考えるとすごくもったいないんだよね。そうですね、打率は1割8分2厘なんですけれども、うん、まあそうなんですよねって言って1割8分2厘をさ、こすられるとさ、それはええみたいになっちゃうけど、でもここから期待するっていう意味、いや足がある選手っていうのは7エンドも出るし、はい、もっと頑張れると思うし、うん、あのまあ、バレンティンが抜けたりだとかして、はい、外野の一角が抜ける、開く、うん、そこに割り込んで入るぐらいの、うん、まあ、活躍をしてほしいなって思うんですね。そうですね、はい、そしてピッチャーは、まあ、高橋奎二、あの左の小気味のいい力のあるピッチャー、はい、これがやっぱりブレイクしてほしいですよね、はい、今年は20試合に登板して4勝6敗、はい、防御率 5.76 です、うん、防御率も悪ければ勝ち星、はい、よりも負けが先行しているというところがあるんだけども、はい、まあ、実質こう今年1年も見てきてね、トータル的に10勝の可能性が見えるピッチャーだけに、はい、やっぱこう左の柱になって、志賀さんもう休んでてくださいよって、僕は行きますよっていうぐらいの感じになってくれれば、はい、非常に頼もしくなるなという思いますね。うん、2015年のドラ3で入ってきてるので22歳なので、ああまだまだ、ね、ここからっていう、まあ、ここからだよ、ところですよね。だからまあヤクルトのような打者部門は山田哲人、投手部門は石川、はい、で期待する選手は塩見と高橋奎二というね、うん、まあ、ヤクルトの方はこれでいいと思います、はいはい、じゃ続いて、パリーグなんですけれども、はい、オリックス行きましょう、はい、オリックスのまず打者部門です。打者部門、もうこれはもう突出してるよね、はい、抜けてる、はい、吉田、そうですよね、まあそうなりますよね。いやもう打率ちょっと成績発表して、はい、打率が3割2分2厘、うん、ホームランが29本、まあ、30本打ちたかったね、あと1本、そうです ね、で打点が85、はい、で長打率が5割4分3厘、はい、そして出塁率が4割1分3厘です。まあ打率もそうだし出塁率もそうだけど、はい、タイトル争いをしてたんだよね。そうです、うん、で両方とも取れなかったけども、だけどなんか吉田正尚ってさ、はい、振り回してるだけの印象あるない、あなんかそういうイメージ力強いっていうか、はい、もう何でも食っちゃうみたいな、そんな感じがするでしょ、はい、でもしっかり率も残してるし、ね、出塁率も4割1分3厘、はい、これはね立派な数字だよ。そうですね、あこれ文句がつけようがないという、うん、まあ、できれば29本に対しての打点、はい、ホームランが30本あったらその3倍が打点になってほしいんだよね。あじゃあちょっと打点が物足りない。やまあでもチーム事情を考えるとさ、うん、仕方ないよ、うん、前のランナーが出てないからやっぱ打点も増えないっていうことも考えられるし、これは仕方ないんだけども、でもまあ、来季は、うん、30本打ってほしいよね。そうですね、30本は打ってほしい、うんうん、でもう一人、はい、ちょっと上げる選手がいるとすると、うん、福田選手、まあ福田かな、うん、まあ強いて上げれば福田、はい、まあ頑張ったかなと思うけど、うん、ちょっと成績は、はい、打率が2割5分、うん、でホームランは2本、うん、で打点が38、もうこの時点でもう吉田しかいないと思うもんねもうこの数字だけ見ちゃうとそうなんですね。だからやっぱりもうその吉田との差が他の野手はありすぎるんだよね、
そうですね、うん、だから吉田一人でやってるみたいな感じ一人で、そうですね、チームの中でっていう感じだから、うん、だから他の野手が出てくることによって、はい、やっぱりチームが強くなるというね。そうですね、まあ、そんな感じですけど、じゃあもうここはもう打者は吉田選手、間違いないよ、吉田でいいよね。ピッチャーなんですけれども、ピッチャーは難しいよ難しいですか、はい、ピッチャーはまず山本だよね。あ、もうそうですね、まあ防御率のタイトルを取ったという、はい、成績は 1.95 って、はい、この時代で 1.95 っていうのは驚異だよ。そうですよね、10試合に登板して防御率 1.95、ね、で8勝6敗で勝率が、5割7分1厘。なんでやねんっていう感じでしょ。そうですね、いやだって防御率がさ 1.95 でさ、はい、8勝6敗って6敗も負けるみたいなですよね、この数字。あれでもね、いかにいいピッチャーと投げ合ってすり負けてるかっていうことだよね。そうですか。で援護がなかった山本の時前半が、はい、まあだから防御率っていう、まあ、点はやらなかったんだけど、はい、もう金勝差で負けてるというか、その6敗ってこれ数字だけ見てしまうと、はい、あれですけど、実はその裏にはそういうことがあったってことですね。あるあるあるけど、それを言い訳にするかしないかっていうのは、うん、まあ次のピッチャー山岡、はいはい、26試合に登板して13勝4敗、はい、で勝率が、7割6分5厘、はい、防御率 3.71。 勝率がいいよね。いいですよね、13勝4敗だとタイトル取ったの、はい、勝率のいいですね。だからオリックスってなんでこのピッチャー揃えて最下位なのっていう、言うとさ、はい、吉田しかいないっていうことになるね。そうです ね、 ね、いやだからこの2人のピッチャーをじゃあどっちかに MVP に選ばなきゃいけないんだよ。悩みますね、これはどうしたらいいんでしょう。でも、はい、防御率が良くても負けたらどう？負けたら、あ、負けたなって。でも防御率が多少悪くても、うん、勝率というかものすごい良かったらどうする？なんかチームの貢献度がなんか山岡選手でもの方があるように感じるよね。だからまあ 山本には申し訳ないけど、はい、やっぱ今年のオリックスの中の投手部門 MVP はやっぱ山岡かなっていう、そうですね、うん、そんな気がする。結局チームは勝たないとっていうところですね。いや、勝たないといけないということ、うんうんうん、だから確かに 1.95 を抑えてて、まあ、防御率は取ったにしても8勝6敗っていうね、うん、数字が投げ負けてるケースが多いという、はい、だからこれから勝てるように、うん、まあ、援護してやってよという感じだよね、野手の皆さん。そうだね、はい、でも山岡よく、うん、今年の目標が確か13勝 10勝以上だったんだよね、はい、入って10勝以上したことなかったの、ね、だけど今年は開幕投手だし10勝するっつって、はい、10勝以上はしますっつって公約通り守ったと。で山本は先発に、まあ、昨年までは、はい、リリーバーだったんだよね、はい、で今年から先発に回って、まあ、振られながら面もあったと思うよ、はい、だけど防御率は 1.95、うん、これはもう立派な数字だけども、まあ、山岡先輩に、ね、はい、ちょっと譲るという形で山岡、はいはい、さあそして期待するオリックスの選手なんですけれども、はい、まずじゃあ、打者宗。お、宗選手、ドラ2ですね、2014年の、はい、まあ、もう結構年数経ってんだけどさ、そうですね、23歳、うん、はい、この選手の身体能力、俺身体能力の高い選手好きなんだよ、大好きなんだよ、性格が明るい子、そうですね、そうですね、身体能力なくてネクラな子はあんまいきませんね。でね、一時期ね、こんなアフロヘアみたいなもじゃもじゃにして金髪にしてたんだよ。あ、そうなんですか。お前ね、これ映像って一生残るからなっつって、はい、それでやめたらって言ったんです。もうかっこ悪いぞって、うん、逆に、はい、後で見ると、うん、って言ったらなんかやめたの。お、なんかそれきっかけだったんですかね。うん、横浜出身の子でね、はい、横浜隼人っていう高校から、はい、まあ、そこからオリックスに行ったんだけど、やっぱこう今年の成績っていうのは打率が、2割7分で、ホームランは2本、打点が14で、長打率が、3割6分5厘、出塁率が3割7分です、うん、
だから3割並ぶっていうことはさ、はい、選球眼とかいいと思うんだよね、うんうんうん、でもっと率も残せるし、はい、あのもうセンターをしっかり全試合守ってほしいよ、うん、そのぐらいの能力がある選手だから、はい、まあ、来年はちょっと期待したいね。期待したい、期待したい、はい、そしてピッチャーで期待する投手は、はい、田島投手。田島、はい、俺はね、社会人から入って左のちょっとサイドなんだよ、はい、球は速い、球は切れる、うん、ただ肘の故障で1年目ちょっと離脱して、はい、その後遺症でまあ今年活躍できなかったけども、はい、この選手の持ってる能力ってめちゃくちゃ高いから。あ、そうなんですか。必ず10勝できるピッチャーだから。あ、今シーズンはまあ10試合に登板して3勝4敗、うん、防御率は 3.44、うん、もっといけると。もっといける、うん、まあ防御率はまあ3ぐらいだろうとは思うけど、はい、勝てるピッチャーだよ、うん、社会人の時にさ、はい、一時期ヤマホを見た時に一緒に戦ったんだよ、はい、で俺らがヤマハの方でね、はい、コーチで行ってて、はい、であれ誰だっつって当たらないんだよバットに。あ、そうなんですね。あの JR 選手の、そう、そのぐらいいい選手だった。えー、で入って、はい、まあ、春先からローテーション入って投げた時にあ、やっぱさすがだなと思ったんだけど、まあ、ちょっと故障でね、あれだけど、まあ、故障完治で本当に良くなったのかどうかわからないけども、はい、まあ、投げてるっていうことはね、今年もね、まあまあ完治に向かってるんでしょう、うん、だからこのピッチャーの能力にちょっとかけたいですね、はい、だからまあオリックスは、はい、打者は、吉田選手、はい、そしてピッチャーは山岡投手、ね、そして期待する選手が、宗選手と田島投手ということで、はい、ね、来シーズンもぜひ頑張ってください。まあ、注目ですよ。注目、はい、注目して見ていきたいと思います、はい。